LIKEPL!LIKEPL!はい、というわけでですね、はい、おはようございます。おはようございます、いつもとは違うゆったりムードでお送りします、はい今回はですね、去年末から僕が、急に4コマ漫画を描き始めましてすごい急でしたよねいきなり何を思ったのかっていうね、思う人も多いと思うんですけどね、まあ、4コマ漫画のすすきの YouTuber フィルムズという、うん、はい、4コマ漫画を描き始めまして、うん、で今とりあえずまだ9個目がこれから上がるところなんですけれども、うん、まあその過程をねちょっと皆さんに見てもらおうと思って撮ったりもしたんですけども、今回は、まずなんでこういう風な運びになったかということをね、ちょっと交えながらルーちゃんと話していきたいと思います、うんうん、はい、いやというかびっくりですよ、はいはい、急にその漫画がね、はい、始まってね、僕も知らなかっただからさ、みたいな、どうしたのみたいな、どうしたのみたいなね、それよりもまだやることあったよねみたいなところからスタートして、どうしたんすかみたいなね話だ。漫画何書こうとしたきっかけは何なんですか、うん、このね、きっかけっていうのはね、まあ皆さんね、知ってる人は知ってると思うんですけど、うん、映画って僕らの、ね、ショートフィルムっていう、うん、まあ、目的があって、うん、なんかその過程に進むにあたって文章をね、やっぱシナリオを書くっていう、うん、まあそれはとりあえずですね、その文章に小説にするっていう、まあ、感じなんですけど、うん、その小説を書くにあたってまあちょっと構成力をねつけようかなと、うん、で構成力って考えた時に、なんかこう、あ、なんかこう文字でんたらかんたらって考えるよりも4コマ漫画って起承転結になってるよなみたいな、うん、はい、でまあ、とりあえず漫画にするっていう目的もあったし、まあ、絵の練習を兼ねて、うん、まあ、それプラス、まあ、あと構成力を、ね、つけて、うん、で文章にした方が、まあ、まとまるんじゃないかなという、うん、はい、まあ、ちょっと小説書こうと思ってこう、まあ、向かってたんですけど、なんか何かが足りない気がしててなんか物足りないなと思ってて、うん、あ、これって構成力だなってちょっと気づいたんですよね、うん、自分の中で。でそこでなんで漫画っていう風になったんですか。この漫画っていうのが、これがですねなぜその発想かっていうのがですね、まあ、僕の中でこうやっぱりさっきも言ったように文章だけだとやっぱりなんか表現としてなんかこう膨らまないんですね、イメージ的なものがっていうか、うーんってなんかこうやっぱりその映画もそうだけどカットカットの絵があって、まあ一つのものをね2カット3カットで表現したりとか、まあね、あるじゃないですか、小回りみたいな、それのまあとりあえず簡単なバージョンとして、うん、4コマ漫画から始めた方が分かりやすいんじゃないかなと、ね、今まで漫画って書いたことあったんですか。今までの中ではですね、僕、まあこれはもう小学校の時からまあ絵は好きだったんですけど、うん、ちゃんとまあ漫画っていう形にしたものっていうのは、うん、中学校の時ですね、中学校の時の中1の時にアニメ同好会みたいな、まあアニメ アニメ研究会っていう名前だったんですけど、うん、まあ同好会みたいなもんで、なんか先輩が二つ上の3年の女子しかいないっていうで、もう先輩も早々に卒業しちゃったから、うん、あと俺ら下はほんと男子ばっかりで、うん、俺らと同級生はもう1年生は男子ばっかりで、まあ1年間しか持たなかったんですけど、うん、なんかまあそこでなんかちょっといろいろこう漫画を描くっていうプロセスに対してなんかこう G ペン使ったりとか、うん、ペン入れとかそういうのはねちょっとやってみたことはあったんですけど、本格的にちゃんと書くっていうのは本当初めてで、でもなんかこう面白いなってやってるうちにハマっちゃって、あれよあれよという間に9作目まで書いちゃったんですけど今回いっぱいあって漫画書いてるのを実は僕も横で見てて、なんか楽しそうに書いてるのかなとは思ってたんですけど、漫画をこう書いててなんかそう楽しいって言ってたじゃないですか、はい、なんかここが楽しいっていうところってあるんですか。絵を描いてる時の楽しさっていうのはなんかそのまた自分の中ではこう頭が整理されていくみたいな感じがあるんですよね。なんかこう絵を描いてなんか男の人ってこう一つのものに集中するのが好きっていうか、うん、ね、なんかこうパチンコやってたりとかなんかギャンブルとかもそうだけど、うん、なんかずっとぼーっとこうなんかそれに専念するっていう時間がすごい好きだったりとかするじゃないですか、まあ、多分それと似てると思うんですけど、うん、絵を描いてるとなんかこうすっきりする感じがするんですよね。なんか自分の中でのこう組み立ててるものがなんかおぼろげにあったこうパーツパーツがこう繋がっていくみたいな、あ、なるほどなみたいな、こうこうかみたいな感じわーってやってて、ふって気づいたら、うん、まあ、自分が思ってた以上のものができてたりとかする時もあるし、
ああ なんだかなすごいなって思うものがありますよね。そこに作品として出来上がったっていう時に、なんかその力っていうのがねあるなって思うんですよ。だからなんかやっぱりそれが楽しいですね。なんかそのやる前はこのぐらいだろうなって想定してたものがなんか出来上がってみたら想像以上のものになってたりとか、あとまあようやく最近はこう書きたいなって思うものが書けるようになってきたかなってい う, なんかやっぱ画力っていうかやっぱり最初はねなんか今もそんなにあるわけじゃないけどなんかこうやってるうちにやっぱりアップしていくっていうか、こういうシチュエーションはこういう風にしたいっていう形がなんかだんだん取れるようになってきたかなっていうのはありますよね。あの絵あるじゃないですか、絵って、あのその中学校の時からあった絵なんですか、それともパンと思いついて今描いてる絵なんですか。あの自分の顔っていうのはまあ、高校生ぐらいの時からあの顔がもう出来上がっててで、まあ、それをちょっと手直しした感じですよね。であの小学校の時にはあの本当に、まあ、漫画っていうかあのただ鉛筆でシャープとかで描いて、でなんかその色塗ってとかたまに、で友達となんかジャンプみたいな感じ週刊誌みたくあの友達3人とかで描いて、でそれをなんかいろんな話をこう一冊にして、こうなんか1話ずつみたいなこうノートにねこう書いた感じのやつをこう一冊にしてやったりとか、そういうのは時はのがまたちょっと違って似顔絵だったんですけど、僕なんかどっちかっていうと劇画の方がいいんですけど、まあ今回4コマなんでああいう方がキャッチでいいかなっていうああいう絵にします。見てって中であの結構劇画タッチな部分もありますよね。確かに。ああそうですね、なんかこうああいうファジーな感じの絵に混ぜてたまにこうシリアスになったりとかするときはそれに近いものにしてるっていうか、あれってなんかこういう漫画家さんとかこういう漫画を似せて描いてますよ、似せてるっていうかインスピレーションもらってますよっていう漫画はあるんですか。自分的にインスピレーションをこの人からもらってるっていうのはなく描いてる感じですね。なんか自分まあ多分漫画家さんとか、まあ、音楽の人もそうだけど、まあ、知らないところで影響し合ってる部分はあるけど、なんか自分的にキャッチって思ったらあの絵になったみたいな感じですね。ただなんかそのあの中でもちょっといろんな漫画家さんの絵をちょっとパクって持ってきたりとかしてるんで、まあ、その時はその人の絵に似せるようにはしてるんですけど、まあ、その中で自分の、まあ、オリジナルといえばオリジナルのキャラクターでやってる感じにはなってますね。今回こうやって漫画を描いてなんで描いてんのっていうのをね結構みんなから言われるんですよね。確かに目の前で見たり結構してるし何やりたいんだべってちょこちょこ言われてんの見たことがあったからいやこの動画を見てねそうですね分かっていただけると嬉しいかなみたいな、でやっぱりこうあのまあちょっと去年からまたちょっとだけはみ出した点の部分っていうか、まああのここ2年間まあそうねプーちゃんとこうYouTuber 的なね活動でやってきたものも全て点であって、まあこう今年は全部こうそれに線を引いていく年だと思ってるんで、まあそのうちの点の一つで、まあ漫画もね描いていてこう映画のカット割りみたくこうそういう空想で描くっていう部分ではすごく楽しくて、どのカットにこういう部分でこうだったらこの被写体に対してはこう撮るのか、こう撮るのかでこう撮るのかでまた違うっていう、そういうのが楽しめるなっていう内容をなんか自分の中でこう模索してどのシーンでこうどのアングルでいったら面白いかなとかそういうのを見てる感じですね。だからまあ今回はまあちょっと4個までわーってやってますけど、まあ一応とりあえずストーリーまあね筋書きっていうかあらすじみたいなのができて、まあ絵コンテね簡単な絵コンテみたいなのも上がってるので、それに対してまあ文章まあですねライトノベルを作って、でまあ台本を作って、でその上でこう漫画がこうちゃんと普通の漫画でそれを表現できたらなっていう段階に今手前ですね。そしてまあ実写で映画になるっていうその3つがリンクするっていう、これは本当ねまだあまりみんなやってないんじゃないかなっていうそこまではやらないですよ、ね、なんならだってあの、脚本を思いっきりみんなにバンって出してるみたいなもんですからね。そうですね、台本なんて基本見れないものをみんなにこう晒してるみたいなもんですから、そうですね、だからまあ台本はまた別になってしまうんですけど、ライトノベルっていうね見やすい形で出して、台本は台本で別にあって役者さんたちがね見てもらうものだと思うんですけど、まあそこも含め、ね、なんか多分メイキングとかでもし作ってほしい出してほしいっていう要望があればそれもちょっと含めようかなとは思ってですね、もうすでにねメイキングを作ろうっていう頭はあります、これがやっぱりなんかどういう風にやってるのかっていうのはやっぱ過程が楽しかったりもするんでね、
それこそね、僕大好きなんですけど、ジャッキー・チェーンとかのあのメイキングシーンみたいなのもちょっと作ってみたいなみたいな。ああ、そうですよね。ああいう感じの、うん、わーみたいな NG テイクとかもやっぱりいっぱいあると思うんで、なんかそういうのが面白いかなと思いますね。うん、で、一作目はやっぱりなんかサスペンスなんで、僕の一作目っていうか、まあちょっとできる限りの力をね、今持って結集して、うん、まあね、クオリティはまだね、なんか低いかもしれないけども、まあ一生懸命こう魂込めてやりますよっていうのをちょっと見てもらって、うんうんうん、そうですね、はい、次につながっていけばなと思います、うん、はい、まあこれはね、こう本当に入り口というか、まあ点であって、まあ知ってもらうための広告でもあるかなと思っているので、うんうん、はい、みんなに幅広く、まあ面白く見てもらえばね、うんうん、いいかな。で、なんか面白かったら、なんかその先にリンクもあるので、なんか YouTube 見てもらったりとか、うん、まあそのライトノベルの方をね見てもらったりとか、そういう風に楽しんでもらえたら嬉しいなと思ってますね、うん、はい、そのところかな、はい、はい、というわけでね、今回はその4コマ漫画をねやった理由から、まあね、その経験、まあ、あとその 何が楽しいのかっていうことから、まあ何に繋がっていくかっていうね、うんうん、流れでした、今回はその辺でちょっとまあお開きなんですけども、はい、はい、まあ続きは、ね、実質出たものでこう楽しんでいただけると嬉しいかなと思います、うん、はい。